なんだかよ、腰の相棒がついちまってよ。アンキー、そんなことしたら仲とは違う。そういうことじゃねえんだよ。反撃のポジティブ、レトロでかっこいいしね。宇宙理論だ、俺の相棒さ。UFO みたいに、UFO みたいに飛び出せ。始まりました。なんかガラ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 って言ってるけど、はいはいアトロンのポザピドゥラジオ、はいです、お送りしているのは私アトロンの友瀬司とマジカアトロンの榎並恵子でお送りいたします。はい、はい、ということで、ね、はい、なんか今ちょっとオープニングの歌が、うんうんうん、なんかあれいつもと違うぞみたいな感じしましたけど、はいはいはい、うん、これ何ですか。これはですね、あのトリックスターグーニーズっていう、うん、コミックバンドではないけど、うん、ちょっとなんかね、あの面白いバンドがいまして、うん、で彼らに、うん、あのコザピドゥラジオ、コザピドゥラジオとデジ大丈夫か、ロレツが回らないんだけどちょっとやばいね、たまにあるよなたまにあるよ以上、あのアプリのね、うん、街歩きスマホアプリ、はい、コザピドゥの第7話で、うん、あのオープニングで歌っていただいている曲を、うん、今回ね、うん、コザピドゥラジオの第1週目のオープニングソングにしましょうということで、はいはい、うん、そうそうそう、だからいつも、はい、あの定番で流れている、うん、あの榎並博士ボーカルバージョンは、うん、第2週かな、うん、に流そうかなと。あら、だから3週あるさ、うん、だから3人ボーカル変えても面白いかなと思って、いい、ね、一応今回は、うんうん、この豊かなんかトリックスターグーニーズのオープニングバージョンで、はい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 、来週はまあ多分これに当分定着すると思うんで、 ありがとうございます、はい、かなり面白いよね、うん、だからこの歌もアニメで作って、うん、終わったから、うんうん、まあ、アニメしょっちゅう見れば聞けるんだけど、うんうん、ね、あの1回しか使ってないからもったいないなと思って、ね、本当に、うん、だからなんか使えんかなと思ってね、うんうん、ラジオに使えばいいしと思って、うん、今日急遽はい、豊かにもメール送って使っていいねって言ったからもう全然問題ないですって言って、うん、あ、いいっすよ、よかったですね、うん、なんかこのもともとね大地くんが、うん、あの作詞作曲で作ってくれたんだけど、うん、コザピドゥラジオ、うん、ラジオコザピドゥのねテーマね、うん、だけどあのこのトリスタバージョンまたね、うん、この原曲とはまた一風変わった感じで、うん、そうだね、うんうん、だから本当は、うん、あのアニメーションのコザピドゥのオープニングも、うん、コザでまあ活動したりあの活躍してる人たちに、うん、ね、あの歌わそうかなと思ったんだけど、うん、もう今第8回作ってて、うん、一応これ全10話作ろうと思ってるんだけど、うん、あともうね2、3話 ?2 話、うん、あと今作ってるの合わせて3話ね、3話、うん、しかないから、うん、ちょっともうあんま紹介できないというかね、うん、っていうのはちょっと残念ではあるんだけど、あ、うん、いやでもまたね違う形でと言いますか、うん、出てくるんじゃないの、いろんな人たちが。そうだね、うん、まあだから今あのコザピドゥの、アニメーションの方ね、うん、第8話作ってるんですけど、はい、どうですか、進みは結構まああの途中途中で違う仕事とかも入ってくるので、うん、あのなかなかすぐに、本当はね先月末アップできたら最高だったんですけど、なんかね実はそのアニメーション作ってる合間にも、うん、あのまあとある企業というか商品の、うん、あの解説用漫画みたいな、ね、漫画もやるんですか、アトロンって、あの見開きの漫画ね、うん、を書いたり、はいはい、でまあ、これも終わって、うん、でまたあのピースフルラブロックフェスティバル、うん、第33回のね、はいはい、これも今入ってて、うん、でこれも今日ようやくあのポスターとかフライヤーのデータを入稿して、うん、ね、えもうこれがあってもうアニメがなかなかね、うん、進んだかなと思ったら止まって、進んだかなと思ったら止まってみたいな、うんうんうん、だ本当は先月アップしたかったけどね、うんうん、伸び伸びになってしまいましたけど、はいうん、でもね今週といいますか、あのもう今月6月になりましたけど、うん、今月の前半にはもうアップする予定なので、うん、ちょっとお楽しみにということでね、そうだね、まあ、できれば1週目にアップしたいなと思うけど、うん、どうですかね、ね、頑張りましょう。来週のコザピドゥ2週目の時にまだできてないって言うかもしれないね、うん、もしできてたらその時言ってるかも、うん、できたよって。そうだね、うんうん、でまあ個人的なニュースといえば、はい、あの新しく Mac 買ったじゃないですか。あーそっか、もう買ったよっていうかさ、うん、新しく買ったっていうかもう予約したのって1ヶ月半前だわけよ、うん、だからよ
で1時間かかって、これもあったんだよね、アニメが遅くな、うん、まあ言い訳だけどうん、うん、いやいやいや本当に絵の美マシンが壊れてね、本当にでこれで新しく注文したんだけど、これがね、うん、1ヶ月半届かなくて、ね、で問い合わせたらなんかアップルでどうのこうの、なんかそうなんです、アップルが悪いんですよ、うん、時間かかってるみたいなさうん、うん、だからまあしょうがないっちゃしょうがないんだけど、うん、やっと届きました ね届きましたよ、新型が届いて張り切ってるのに、うん、早速カーネルパニック出てた2回ぐらい強制終了したから大丈夫かなこれって、ハズレ引いたんじゃないかみたいなだから保証ちゃんと入っといた方がいい ね、うん、アップルケアちょっと入ろうかなと思ってます、うん、はい、どんなですか使い心地は。いやなんかね、うん、司さんもちょっと指摘されたけど、うん、マシンはかなりハイスペックハイスピードなのに、うんうん、私がちょっとモサモサした動き、ね、使う人が旧型だからね、そうそうそう、だからせっかく高速マシンなのに使う人がもうだから旧型だから結局作業が遅いみたいな、だからよ、うん、ね、今ちょっとデータ移行したりとか、うん、いろいろ使いやすい環境にするべくちょっと頑張りながら、うん、でもアニメもね少しずつ進めています。で今ねスタッフにも、うん、アニメーションも、うん、スタッフはもう初めてだから作るの、うん、だから教えながらね、うんうんうん、やってるんで、まあその分だからまた時間もかかっちゃうんだけどさ、はい、どんなですか飲み込みは。うん、悪くはないんじゃないですかね、うん、いいと思いますやっぱり、うんうん、まあ飲み込みは悪くないんだけど、うん、なかなかね、うん、俺がいろいろ教えてるさ、うん、教えてるのを聞いてるのか聞いてないのかわ、うん、からないっていうか、うんうんうん、後ろに立っててから、うん、俺がこここんなやってこんなやったらスムーズに歩いて見えるんだよっつっても、うん、シーンみたいな聞いてるかなみたいなそれはありますね、うん、で何かあったらえのびさんって俺は呼ばんから怖いんじゃないのつかさんちょっと怖いってからだから、うん、まあ飲み込みは、うん、悪くないかもしれないけど、うんうん、まあ、さっき歩かしてるキャラクターも見たけど、うんうん、もうちょいだね。そうだね、うん、ちょっとね、私ちょっと感じたのは、うん、いろいろ仕事が入校忙しくって、うん、ちょっと独学ではないけど少し本見ながら進めててごらんって言ったでしょ、うんうん、だけど思ったんだけど、うん、やっぱりちょっと少しの間でも、うん、若干我流が入ってしまうと、うん、やりにくくなるのかなと思ったわけ、うん、少しよ、うん、だから一番最初から教えた方がよかったのかなと思ったりするんだけど、うん、私の悪い癖で今が一番最初、そう、まあね、私の悪い癖で手取り足取りやりすぎて余計はなんか良くないかもしれないって思い返したり、うん、どっちをって話なんだけど、だからスタッフを、うん、なんていうの、まあ雇用するというか、うん、で初めてのことだから、うんうんうん、俺なんかも本当に初心者さ、ね、だから大変だね、ね、このまあ、要はこの部下にいろいろ仕事を教えたりするのって大変だなっていうか、本当にね、ちょっと逆に教わる方が楽だよね。そうだ ね、またちょっと新入社員に戻ろうかなって、ね、もうアトロンを解散してどっか就職しようかなでちょっと嫌だ頑張るちょっとロトに迷いたくないマックのローンも返していかんと、だからよ、うん、ああもうマジ分割ですよ、頑張らないと、はい、そうですよねえということで、うん、一応今週というか今月、うん、1週目コザピドゥラジオではあるんだけど、うん、ほら前身の番組、うん、デスフレンドのコザピドゥラジオの時から数えると今回は28回目ですね、うん、ああそうそう、これもだからいいよと思ってたんだけど、うん、先週たまたま、うん、俺なんか番組はお休みで、はい、チャックさんと、うん、タケちゃんの音と暮らしが一周入ってるんですよね、うんうん、第4週目はね、はいはいはい、で、あ、そういえば今日チャックさんなんかだなと思って一応ユーストで見たんですよ、うん、そしたらね、コザピドゥの話してて、はいはい、コザピドゥは何デスフレンド終わってからリセットしたみたいよみたいな話してたんだけど、うんうんうん、リセットしてませんよしないす、そのままですよ、そのままです勝手にね勝手に決めつけてるけどいや勘違いまあ一応その何回なんですか。28回目です。28回目、はい、もうちょっとこのままね、はい、この調子続けていきましょう、はい、また今日はね進行なんか2つも始まるということで、そう、そうだやっと第1週目にコーナーが2つもできて、嬉しいですね、嬉しいですね、まあだから最初なんで、はいはい、ちょっとグダグダ感にはなると思うんだけど、うん、まあこのグダグダ感も面白いと思うので、うんうん、ぜひ聞いてる人はこのグダグダを楽しんでくださいということでねOK です、うん、はい、ということでじゃあ最初の曲いきましょうか。はい、はい、こういう雨がね最近も続いてますけど、うん、梅雨ですね、梅雨が続いてますけど、こういう時にちょっとゆったりしながらこういう曲を聴きたいなと思います、はい、キセルのマジックアワー。
一回 CM 行くね。CM 明けはインフォメーション入る。うん、もう今は入らない。今はつなぎはね。ちょっと声出せないけど。今電話あったわけさ。うん。気をつけて、言われてる。実際のとこね。うん。CM 中なので今待機して待っててください。降ります。はいはい。新出鬼没ジュライマン。このコーナーはコザの町を徘徊する若造ジュライマンがさまざまな店へ突撃リポートするライブ感満載のコーナーである。はい、はい、第一週目、うん、初の1個目のコーナーですね。おー、1個目ですね。ジュライマンの、うん、じゃない、神出鬼没ジュライマ ンということで、はい、これはね、まあ、どういうコーナーかちょっと説明したんですけど、うん、まあ、ジュライっていう男の子がいて、うん、でその男が、はい、まあ、コザのとある町に神出鬼没へ出てきて、うんうん、なんかあの、まあ、レポートみたいなね、うんうんうん、のちょっとやってみようというので、はい、そういうコーナーなんですけど、はい、じゃあもうどうする、早速読んでみる。早速読んでみましょうか、うん、じゃあ読んでみましょう。はい、はい、ジュライマン。はい、ジュライマン
はい、もしもし、もしもし、聞こえてるよ。はい、ジュライマンです。 あのジュライマンは何者なんですか？ジュライマンは日本の人ではありません。日本の人じゃない。日本の人ではないです。あら、ってことはじゃあ何、外人？まあ日本の人じゃないってことは外国人。そんなジュライマン、ジュライは、はい、今コザのどっかに今いるんですよね？はい、今コザのどっかにいます。はい、じゃああのどこにいるかちょっと説明してください。はい、今ジュライマンはパークアベニューの入り口から100メートル歩いたところ、はいはい、ライブハウスの目の前にいます。ライブハウス、ライブハウス。じゃあどんなライブハウスかちょっといろいろあのディテールを教えてよ。はい、ライブハウスの名前はライブカフェジターンと言います。ジターン。はい、うん、でもうそれお店の人もいるの？まあ、お店だから今他のバンドが練習中で、うん、はいはい、まあ、頑張って女性ボーカルが一生懸命歌ってます。じゃあその女性ボーカルの声が聞こえるところまでちょっと寄れないの？寄ります、じゃあ、うん、あ、聞こえる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 聞こえます？うん、聞こえるよ。今入り口の目の前にいます。今この、ジターヌさんは今営業中なんですか？営業中です。なんかお客さんはいますか？いや、今バンドも練習中なのでお客さんはまだいません。あ、どんな雰囲気なのそこは、お店は？雰囲気としては、うん、まあ、カフェなので結構明るいです。じゃああ、いや、何でもないです、はい。じゃあここのオーナーの方とか今喋れるの？はい、大丈夫です。じゃあなんかレポートしてね。じゃあ早速お店の中に入りたいと思います。はい。こんばんは、オーナーさん。こんばんは。こんばんはって言っています。はい。なんか質問しないと。こちらのお店、はライブカフェで、ですよね。ライブカフェ、どういうふうに、いつもは営業されていますか？はい。はい。ジュライ。はいはいはい。なんかオーナーの声があんまり聞こえないから、もうちょい近づけて。はい。いつもは、こちらのお店に馴染みのあるミュージシャンなどが、たまって、いつも演奏などしているそうです。うん。もっといろいろ、質問してください。はい。今、現在練習されているバンドは、このライブハウスの常連さんですか？いつも、今、練習されているバンドは、このライブカフェの常連さんらしいです。あ、常連。常連。どんな、はい、どんな系の歌なの？どんな系？バンドはどんな系ってことですか？うん、どんな系、ロックとかいろいろあるでしょ？ロックのトリビュートバンド。あ、はい。で、まあ、バンドの構成としては、はい、ギター1人、キーボード1人、ドラム1人、女性ボーカル1人という構成です。めっちゃ今声大きく喋ってるけど、そこはうるさいの？結構音が響いてます。結構自分の体に心臓が来るぐらい音が大きいです。じゃあこの女の子たちのライブとかはあるんですか？この子たちのバンドのライブなんかはあるんですか？予定的にはちょっと、ただ予定ではないみたいです。ああ、じゃあ今ただ練習してるだけなの？今結構まだバンドでライブをする予定はないらしいんですが、はい、実績としては結構あるみたいです。おお、へえ。じゃあ今後楽しみですね。はい、結構他のいろんなバンドもこのライブハウスで練習などライブなどやってるみたいです。なんかコザピドゥラジオっていうのを知ってますかって。だからおなか、コザピドゥっていうラジオはご存知ですか？分からんじゃね。コザピドゥっていうラジオはご存知でいらっしゃいますか？
知ってます。嘘、知ってるの？そうですか、本当に？なんか社交辞令じゃないの？社交辞令じゃないですかって聞いてる。はい。あのコザピドゥラジオを聞いたと言ったらなんかサービス今日だけなんか あったら、すごいあの音量が大きくて声が聞こえにくいです。もしもし、ジュライ、はいはい、あのこのラジオを聞いたっていう人になんかサービスみたいななんか交渉して、はい、このラジオを聞いた人にサービスできないですか？どんなサービスかなってちょっとオーナーさん困ってます。あの例えばあのドリンク一杯だけ無料とかなんか今日だけ、ね、カフェだとかあったね。もしですけど今日とかなんか後からライブとかなんか予定はありますか？え、今日は彼らだけですね。ああ、今日はこのバンドの練習だけみたいで今日限定は多分難しそうです。あ、うん、でもあの何バーっていうかバーで空いてるでしょ。バーでカフェ、バーというよりも最近はカフェでやってるみたいです。カフェ、じゃあなんかライブカフェの時になんか特典がね、はい、今日じゃなくても例えば次カフェがオープンする例えば明日とかね、そんな1日限定とかで何か特典があれば嬉しいですね。はい、結構じゃあ後の話になるけど大丈夫ですか？あ、じゃあ後でスタジオ来た時にちょっとね、じゃあ日にち的な後なんですけど、うん、2015年の7月12日の日曜日に、うん、このライブカフェジターンで5周年パーティーやるみたいです。へー、はい、で参加費が1000円で、はい、なんかお安酒も飲み放題なんかオードブルもあるみたいですよ。あらあら、でもこれあのだいぶ時間が空くんではい、なんかね、うん、今日明日でなんかないの？なんか近い期間でなんかサービスとかできたりできなかったらいいですよ。難しかったら大丈夫ですけどできるのであればちょっともうごめんなさい、思いつかないそうです。じゃあ、あの、ジュライ。はい。あとで、あの、ちょっと戻ってくるんで。はい。それまでになんか、あの、特典をなんか持ってきて、ゲットしてきて。了解です。うん、引きずり出します。引きずり出してみて。はい、OK です。はい。じゃあ、あの、あとでまた戻ってきてください。了解です。たくさんいろんなもの持って帰ってきます。はい。じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、また後ほど。はいはい。はい。初の、はい、突撃レポートのコーナーでしたが、でしたね、はいはい、どうでしたか？やっぱり予想通りグダグダ感はありましたね。否めなかったけどです、ね、この、 あのジュライは、うん、ジュライ君は、うん、まあ、あのハーフじゃなくてクォーター、クォーターで、うん、今19歳、うん、まだ若いんですよ。ですね、うん、若いっすよ。だから若いんだけどこの、うん、なんかいろいろなんかあの家で何もしないでトゥルバっとくよりは、うん、いろんなところに出て参加したりとか、うんうんうん、するのが好きっていうので、うん、っていうのをあの一人父なりこと、はいはい、大地くんの紹介でね、はいはいはい、今回ね、やってみるかっていうので、うんうん、はい、まあ、今回レポーターでお願いしたんですけど、うん、どんなでしたか？まあでもさ、うんうん、あのレポート感は伝わったんじゃない？あのレポート感はこのライブの音とか聞こえたし、うん、そうそうそう、うん、なんかこの現場感を聞こえたなんかあのちょっとあの戦場っぽかったけど、うん、ちょっとこもってる感じ。ちょっとまた前田さんのコーナーとはまた一風変わった。一風変わってるけど、うん、レベル的には同じぐらい、まあ、そうだね似たような感じですか。まあ一応このジターヌさんに今、はい、あの行ってもらってて、うん、後でまた帰ってくるんだけど、うんうん、何かね、うん、サービスというか特典をなんか持ち帰ってこれるんだったら、うん、ね、うん、ちょっとまた後ほど、うん、あのまた登場しますので、そうそう、スタジオに登場するんでその時にちょっとジュライマンから聞いてみましょうか。あの戦利品があればと、うん、いうことでちょっと聞いてみましょうかね。でしょうね、はい、はい、じゃあ一旦 CM 行って次のコーナー行きましょうか。はい、はい、よし、お願いします。うん、何分まで？あ、インフォメーションも行きましょうね。ちょうどいいぐらい。そうで
そうね、一曲紹介するから40分ぐらいまで喋ったら一曲紹介してって感じかな。こばみお願いします。お疲れ様です。こっち、はい、じゃあ音楽は最後に、うん、で、あ、そうか、シアターの情報どうする？このコーナーの最後に、それとも最後がいいのかな、あの番組はどんな最後まで入れる？あ、入れる、はい、最後に告知しようかな。じゃあこれは、うん、これで、うん、コザピドゥでは皆様からの温かいお便りをお待ちしております。アドレスは 761@fmkoza.jp もしくは FM コザホームページでも書き込みできますよ。手にまた Facebook アトロン公式ホームページでも毎月お題を出しますので、お気軽に参加しておくんなまし。たくさんのお便りを待ってるぜ。宮島真一の Let's Go to the Movie。はい、はい、ということで、2つ目のコーナーに行きたいんですけど、はいはいはい、その前にあのちょっと訂正があるということ で、じゃあそれをさらっと、はい、ただいま、FM 講座既存のメールアドレスが受信できない状態なので、こちらのアドレスまでお便りお願いします。はい、FM 講座761@outlook.jp です。はい、はい、こちらまでお願いします。はい、大丈夫ですかね。はい、ということで、新しくできた2個目のコーナーですね。はい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 、ということで、じゃあ入ってきてもらっています。はい、宮島真一さん、はいはい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。みんな元気？先ほどの番組なんかさっきまで出てたからね。出てたからね。あの、はい、FM コザ2の人は、あ、また出てるっていうことで、だからよね。はい、うん、宮島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回あのコザピドゥの第1週目のコーナーでね、うん、はい、宮島くんに出てきてもらってるんですけど、はい、このコーナーのタイトル、うん、聞き覚えもある人もね、うん、いると思うけどね、ね、僕やっちゃいましたね。あの番組はまだやってるの？やってるやってる。まだやってる。とりあえずまだ木曜日やってますね。うん、あ、はい、なるほど。宮島真一の Let's go to the movie。 いや本当これだったね。これだったんだけど今あの街バージョン編で、まあまた来月でも、そうそう、あの、ね、何回かのジングル撮ったんで、そうそうそう、見てください、ね、何種類かありますよ。ね、はい、月変わるはずよ。はい、一応このコーナーはね、うん、どういったコーナーなんでしょうか。はい、どういったコーナーなんですかね。夏って一応僕映画好きでね、うん、はいはい、で今回いろいろこう、はい、アトロのお二人ともですね、はい、いろいろこうお話しさせてもらったりとかしてる間に、はい、こういう宮島が遊びに来て、うん、映画の話をしてたら面白いんじゃないかっていうんで、はいはい、まあ、とりあえず曲先行で何かこうネタをね、僕が好きな映画音楽をかけようかなと思ったんですけど、今日はね、うん、むしろどちらかというと僕はもうこの T シャツを着て出たかったっていう。あ、もうこの T シャツを見たら分かるんじゃない？そう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 、ね、これマシュマロマンですね。マシュマロマン、かわいい。ってなわけで、ということはゴーストバスターズ、あらららら、大好きだよね。2人どっちか持ってたよね、 T シャツね。
俺があのゴーストバスターズ のこれじゃなくてあのマーク、うん、これそうそうそう、ね、このジャケットにもなってるやつね、あの、うん、幽霊みたいなやつ、ね、そうそうそう、これ覚えてる映画館で、覚えてますよ、見た映画館で見たアイノビちゃん、自分見た、見た DVD かな、 DVD で見た、つかさ映画館で見た、映画館で見た、俺も映画館で見たけどさ、これもあれからさ、うん、もう30年だ、うん、やばいね、やばい、1984年だった。へえ、ってことはじゃあ宮島くんが10、そうだね、12、3歳、そうだね、小学生だね、うん、だったですね。あの時ちょうどね、あの 3G 対決みたいな感じで、ゴーストバスターズの、まあ、G ね、頭、うん、頭文字ゴーストバスターズと、うん、グレムリンとゴジラが確か同じ時期の正月映画みたいな感じだったんですよ。すごい名作ばっかり。そうそう、名作どれもね見たことあるっていうか、うん、グレムリンも俺好きで、ね、グレムリンもね、なんかどうやら、うん、あのひょっとしたら新作作るんじゃねえかっていう噂がちらほら出てるみたいですけど、なんかゴーストバスターズもなんか作ってるみたいな、ね、聞くけどまだそんな具体的に、ね、話を聞かないですけれども、そのやっぱり昔のね、まあ、年食ったな昔が良かったみたいな話をしたいわけじゃないけどなんかああいう映画館の雰囲気でさ、みんなが夢中になってあの見る映画とかって最近はそんなにないのかななんていう気がしないでもないですけど、なんかああいう明るいさ、なんかああいう雰囲気をね、この映画音楽とともにね、リスナーの皆さんにまだ見てないという方はぜひあのゴーストバスターズの、まあコメディじゃん、でお化け出てくるでしょ、うん、出ますね、いろんな変なお化けいっぱい出てくるじゃん、ね、ずっと食べてるお化けとかさ、そう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 、図書館にギャーって出てくるやつとか、なんかいろんなタイプのお化けが出てくるんだけど、これ信じてもらえないじゃん初め、うん、お化けが出るんですけど、ね、助けてください、うん、みたいな、うん、でも実際ポコポコ出始めて大問題になってきて、最終的に僕が気をつけてる T シャツのマシュマロマンが出てくる時にまた大きな笑いが出てくるっていうですね、うん、なんかあれだよね、うん、マシュマロマンは誰かが想像したのが言っちゃう、そうそうそう、具現化するというか、そう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 、マシュマロ見たんだっけ、うん、そうそうそう、ね、なんか思い出しちゃったかなんかでね、バーベキューかなんか、そう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 、なんかそんな感じで出てきたのが、うん、マシュマロマンのでっかいのがね、だけども大笑いした記憶がありますけどね。でも俺ちょっと怖かったよあの俺が見た時、うん、あの、ま、もう今なくなったけど、うん、あのピカデリー国営、うん、はい、やってましたね、あってそこで見たんですよ、うん、であのちょうど2階で見てて、あ、2階席あったよね、でマシュマロマンがあの、うん、ドンドンって言って、うん、あのビルとビルの間を歩いてるし、うんうんうん、俺本当にビルから見てる気分になって、なるほどね、ちょうど俺は、まあ、10歳か11歳ぐらいだったけど、うん、ちょっとしっこちびったから可愛い、ちびっちゃったか気持ちわかるな、怖かった、すごいよ、ね、リアルだったんだろうね、リアルだった、確かにこの映画館で見る映画体験っていうのはさ、うん、みんなそれぞれ思い出があると思いますけど、うん、その中でもねゴーストバスターズはみんなで見て楽しかったし、うん、また見に行こうとか思っちゃったりもしたし、うん、これ大ブームだったじゃん、あの、うん、レイ・パーカー・ジュニア の、うん、あの主題歌がね、はいはいはい、ずっとッタ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 って、うん、最近だとアマちゃんっていうドラマでも あのキャラクターのある、あの男性がですね、はいはい、カラオケで歌うお箱がこの曲だったっていう、クドカンが遊んだ脚本になってて、ゴーストバスターズがそんな使われ方してまた再び盛り上がってたのがあるんですけど、今日はねその、はいはい、ゴーストバスターズだ といえばこの曲みたいなことでレイ・パーカー・ジュニアありますけど、今日はねそこじゃないんですよ、あら、ちょっと外した、そうそう、あの普通そうだと思うんですけど、うん、ゴーストバスターズのテーマって言ってちゃんとあの、まあ、オーケストラの曲があるわけですよ、あ、これがメインなの、その今から紹介するやつが、そうそう、今日かけたいのはね、うん、その曲なんですけれども、うん、まあ、エルマー・バーンスタインっていう、まあ、いろんな音楽作ってる方なんですけど、うん、なんていうかこう、やっぱ映画っていうのはワクワクしたいじゃない、うん、で音楽からしてもワクワクする曲って、例えば今年の12月に久しぶりに上映されるスターウォーズとかさ、スーパーマンとかさ、あの曲聴いただけでもその壮大なワクワクする感じっていうのがあると思うんだけど、ゴーストバスターズはもうあの主題歌ばっかりだと思ういきや、とってもコミカルなオーケストラチューンがあるんですよ、それは知らないっていうか、ね、聴いたらあーってなるのかな、なるかな、分からない聞いた時にあーってなった、僕はまあ好きで何回も見てたしね、その当時レコードを買ってね、借りて、これまたジャケットも可愛いじゃん、かっこいいよね、ね、T シャツにもなっていろんなね、うん、商品になってましたけど、うん、レコードをやっぱ僕ら聴いてた時代でしょ、うん、そうだね、やっぱそれを聴いてるとその映画のシーンを思い出すし、うん、で、まあ、ゴーストバスターズといえばあの、まあ、
チームで5人ぐらいいたっけ、事務所の女の子も入れれば、はいはい、途中黒人の方も参加して最終的に4人になると思うんですけどね、あれ2もあったよね、2もある、あー、うん、あったね、そうそうそう、あの自由の女神がなんか動いて、そうそうそう、あったね、あったね、2もありましたよね。俺あのゴーストバスターズのあのユニフォーム、うんうん、あのランドセルみたいなあの銃の、はい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 、あれ憧れてちょっとつけたいなって思った。わかる、あのつなぎのやつでしょ、かっこいいかっこいい、ランドセルみたいななんかしょって、そうそうそうかっこいいなと思った、うん、そうそう、であれをねコスプレする人たちもまだ結構いるんじゃない、はい、あのハロウィンの時とかね、なんかワクワクしてなんかやっつけに行くぞみたいな、ああいうシーンをちょっと思い出す感じの曲だと思うんですよね、曲自体もちょっとワクワクする感じ、これを聞いてまあツタヤなり、うん、ゲオンなり、うん、レンタルビデオさんに行ってゴーストバスターズ見たことがない人、はい、あこういうワクワクする感じのサントラとともにお楽しみいただきたいななんて思っておりますけど、はい、じゃあ聞いてみますか、聞いてみましょうか、はい、じゃあ、はい、あの振りお願いします、はい、1984年にもう全世界大ヒットした作品ゴーストバスターズから一曲お届けしましょう。ゴーストバスターズのテーマ、劇中に流れる流れる流れる、このゴーストバスターズたちがこう街に行ってみたいな、ちょっと本当に出んの、うん、みたいなこのコミカルのやり取りを、こんな言われたらなんか聞き覚えがあるね、そう、これたまに聞いてワクワクするんですね、今ユーストでツイキャスで聴いてる皆さんのためにもちょっとおしゃべりしますと、なんかサントラの楽しみ方ね、サントラの楽しみ方っていうのは、まあお家にステレオがちょっとあったらね、ステレオがある部屋のドアを閉めてボリュームをめちゃくちゃ上げて映画館のロビーにいる感覚で聴くっていう、あのロビーにいる時のワクワク感ね、そう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 、でなんか別の仕事の作業とかするとちょっと昔の映画館を思い出すんですよ、僕よくやりますね、それはまあ DVD でもいいんですけど、でっかく、ボリューム上げて、遠くで聞くっていう、ちょっとよその部屋に行って、そうそうそう、よその部屋に行って見るとかっていうのもサントラの楽しみ、面白いね、これであのポップコーンの匂いしたらいい、ああもう完璧完璧だね、そうそう、あとね、台風の日にエイリアン2を見るともっと面白い。ちょっと結構発想しちゃう。そうそうそう。やばい、なんかこの、ちょっとした音とかがね、なんか、やばいの来そうみたいな。そうそう、あとなんか、雪のシーンとか寒い映画の時は、クーラーガンガンにして、フォアボールを見るとか。いいね、この演出っていうか、なんか、そう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 、反響まで一緒にみたいなね。楽しんじゃうわけですよ。これは大体何分ぐらい、あと何分ぐらい、あとは1分ですね、1分、じゃあこれ開けて少しじゃあ喋って閉める感じ、OK、うん、CM ってあと1回流すんでしたっけ、え、2回でこのまま最後までいきます、うん、じゃあどうしようかな、タイミング的に、じゃあもう今入っててもらうとか方がいいんじゃない、残り30秒まで、うん、そろそろマイクあげます、はい、はい、ということで、お聞きいただいたのは何でしたか、はい、映画ゴーストバスターズからゴーストバスターズのテーマお届けしました、はい、なんかね、さっきもちょっとこの音楽流れてる時に喋ってたんだけど、はい、その映画の見方、楽しい見方とかね、うん、そういうのもちょっとまあ、また来月のね、うんうんうん、そうですね、映画のことをね、そうですね、ちょっと喋っていきたいと思います、はいはい、ということでじゃあ来月もよろしくお願いします、はい、宮島真一のレッツゴートゥザムービーでした、はい、ということでマイク変わります、マイク変わる、マイクチェンジ、うん、どう変わればいいの、そうこうです、マイクチェンジ入りまーすはいはい、大丈夫かな、大丈夫ですかね、はい、はい、
ということで、じゃあもう番組もちょっと佳境になってきたんですが、はい、先ほどの1個目のコーナー、うん、はい、神出鬼没ジュライマンこと ジュライと、あと今日のあの保護者の一人土成、はい、保護者ですこと大地くんが入ってきてもらってます。入ってきました、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どんなだった最初の第1回目の放送として。あ、もうずめっちゃ冷や汗、うん、出てました結構俺たち無茶ぶりしてたからなんか焦ってなかった。めっちゃ焦りましたこのカフェライブカフェ自体がクーラー効いてて涼しいんですけど、うん、ずっと汗かきながら汗がだらしながらずっと質問しましたライブやって、あ、練習してたってことはうるさかったの？結構音量でかかったです。あ、なんかさっきね、中継中はなんかサービスとか何もね、ゲットしてこれなかったんだけど、何か戦利品はあるんですか？戦利品は一応こちら。何ですかこれは？ラジオなんで説明してください。はい、じゃあ説明します、はい、まあ、さっき言ったんですけど、うん、ライブカフェジターンの5周年パーティーで、はい、参加費が1000円で飲み放題、うん、オードブルもあり、でライブの後に飛び入り参加も OK で飲食持ち込み OK のパーティーを、うん、7月の12日の日曜日、うん、6時オープン7時スタートでやるみたいです、はい、これでもだから7月でしょ、はい、7月って言ったらもうまだ間があるさはい、もう今日明日のなんかサービス持ってこれんかったの？オーナーの人が笑顔で無理ですって言ってそう厳しいですってそんな、もう取材中ずっと笑顔だったんですけど、笑顔で本当この時だけ苦笑いしながら無理ですって思いつかないですないんですって言ってジュース一杯ぐらいね、コザピド聞きましたっつったらなんかね、ウェルカムドリンク、なんかあれみたいですね、バー営業とかカフェ営業をそんなにやってなくて、うん、この練習する人たちがいる間ちょっと開けてたり、うん、あ、そうなんだ、実は。じゃあ基本もライブハウス的なのは週末やってるみたいなのだから、うん、平日はじゃあもう練習スタジオ的な感じ、うん、みたいな感じらしいですよね。そうです、はい、ちゃんとそれ説明しないと。そうです、だから帰りがてらジュライと歩いてて、うん、テリア楽器店入ってたから、うん、なんかここでサービスみたいなああなんか聞こうかなと思ったけど仲のいい店員さんいなかったんで、それまたね、次回ね、うん、テリア楽器でコザッピドゥラジオ聞いたっつったら、なんか替えの弦弦サービス、サービス誰かの給料が減るんだよこういうのダメですよでも実際にこれリスナーの人で、うん、うち来てくださいよみたいな人いたらね、だからね、ツイキャスだったりこの、うん、FM コザのアドレス、メールアドレスにぜひぜひ投稿してくれたら、そうそうそう、はい、告知ね、ジュライマンが多分来月僕いないので、ね、あら、ジュライマン18歳単独行動今日だけだよ、保護者が怯えながら行きますよ、うん、大丈夫、大丈夫です、うん、なんか来月からもうやりたくないとか言わない大丈夫大丈夫大地くんのに連絡来てからねいやしかも LINE で来るでしょ、やめましねみたいなもうやめますね声も聞かせてくれないめっちゃトラウマになってる心めっちゃ、あとあれだよね、5週目、あ、そうそう、5週目はねスペシャルデーっていうことで、ね、あ、そうそうそう、5週目があるんでしょ、うんうん、5週目、ね、ちょうどジュライが誕生日っていうことで、そうそういや俺も誕生日だから、そう、司はまだ24日誕生日ね、そうそうそう、ダブル誕生日会をね、バースデー企画をちょっとね、そう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 、なんかケーキ買ってきて、じゃあ自分が行く、自分が行く、あの自らここのキャッスル、キャッスル、キャッスルで、キャッスルでまた特典あ、そうだよ、ついでにね、わかりましたというわけで5週目はね、僕も来ますね、お願いします。さっきのこのジュライマン宮島くん聞いた、ね、聞きましたよ、うん、結構ロビーで慣れてるような感じもしたけど、あらあらあら、初めはどこにいるかちゃんとはっきり喋れやと思ったんだけどでもちゃんとね、うん、いろいろレポートできてて、1回目でこんな感じだったら、ね、うん、2回目はもう大丈夫なんじゃないですか、ハードル上げますね、嬉しいですね、全然良かったですよ、ありがとうございます、いやでもこういうのも好きなんでしょ、好きですよ、うんうんうん、なんだった、なんか喋るのやったことあるんでしょ、なんかいいっすね、はい、高校の時に放送部やってました、うん、それでちょっと慣れたりはしてます、うん、ほんのちょっとだけですけど、うんうんうん、18歳、はい、新生ですよ、ね、どうですか、だけどだからグダグダ感を味わいたかったんだけど、そんなにグダグダだったね、うん、しっかりね、結構あれでも自分の中ではあれがちょっとグダグダで、もっとグダったらどうしようって、うん、あれで結構汗かきました、いや、いいんだよこんなのグダグダでもやっていこう、そうそうそう、そうだ、いいですか、なんか国籍どこだっけ、秘密です秘密
秘密がいろいろ日本ではないよ、それだけです。あ、じゃあこれ何ヶ月に分けて徐々に徐々に今日はまだ一発目だからね。だからね、うん、ちょっと一枚ずつね、そう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 、メール抜いていきましょうか、うん、ちょっとミステリアスな感じにね。いいね、うん、はい、今日はチターナさんでしたね、はいはい、ありがとうございました、うん、ありがとうございました、はい、よろしくお願いします。じゃあどうしますか、もうエンディングの感じに。そうですね、引き続きエンディングで、うん、じゃあエンディングにそのまま流れ込みますか、うん、流れ込みましょうか、はい、なんかね、であの先ほどのコーナーのね、うん、あの宮島くんが今、はい、もうお忙しいですよ、うん、いえいえいえもうあれですよね、うん、シアタードーナツ、そうですね、はい、シアタードーナツオープンしてもう1ヶ月が過ぎましたけれども、もういいですか、早いもんでね、うん、今あの上映してる作品は、うん、ハイサイゾンビ、これ一番街にゾンビを歩かしたっていうですね、うんうん、たくさん歩かしましたその作品と、浦添で作られた作品タマコと提灯の呪文の2本立てでやってます、うん、シアタードーナツは、ゴヤのバス停なので、まあ、一番街のね、はい、入り口すぐ近くにあります、うん、ゴヤバス停のすぐ目の前建物の2階にシアタードーナツっていう可愛らしい看板がありますので、うん、ドーナツやと思って入ってきてもいいですし、うん、ハイサイゾンビ見に来たよって言ってもいいですし、うん、まあ、カフェスペースと映画見るスペースがあるんですけども、うん、まあ、どっちでもあの食事も取れますしね、うん、あのドーナツだけ買って帰るのもいいですけれども、うん、映画も見てほしいなって思いでやっていきますんで、うん、来月はまたね、あ、今月かも、今月は6月の、ね、20日からはちょっとまた作品を変えてですね、はい、うん、中田幸子おばあは喜劇の女王というドキュメンタリー作品があるんですけども、これ見たいですね、これぜひ見てほしいですね、うん、まあ、以前あの桜坂劇場とかでもね上映された作品なんですけども、うん、意外とやっぱまだ見てない人は見てないもんで、うん、あのこういう素晴らしい人がのねドキュメンタリーを見るという機会っていうのをぜひあの大きなスクリーンでまあ見てほしいんですよね、うんうん、お家で見るのもいいですけれども、なんかね、僕第4のシアターって呼んでるんですよ、第4、うん、シアタードーナツのこと、うん、これはどういうこと、スターシアターさんみたいなでっかいシネコンの、ね、映画館で、2個目は桜坂さんみたいなこう単館系の映画館、そして3つ目は例えばみんなのお家でそれぞれ何プライベートシアターというかね、うん、あのホームシアターみたいなのがあるとしたら、うん、第4のシアターうちみたいなカフェシアターで、うん、そんなにこうめちゃでかい箱ではないけれども、うん、ここでしかまた見れない雰囲気と、うん、見れない作品っていうのをね、うん、楽しんでもらえたらいいなという思いで第4のシアターと勝手に呼んでますよ、うん、かっこいい、これはまあ、 あのコンセプトというか、うん、コンセプトはね、まあそうね、うん、カフェの雰囲気で映画を見るって考えたらどんなことかというと、うん、目の前にテーブルがあるんですよね、うん、テーブル、はいはい、椅子の前、映画館って普通椅子の前にテーブルないよね、ないね、まあ、それがあるってだけなんですけど、うん、まあ、そこであの何カフェのスタッフがドリンクを持ってくるし、うん、あのタコライスも運んでくるし、うん、それでゆったり見終わった後もしばらくゆんたくしててもいいよっていうカフェスタイルのシアターなので、うん、あのなかなかないと思いますよ、うん、こういうのも、しかもドーナツも手作りなんですよ、ね、あのドーナツは、はい、あの彼女たちがそう、竜宮の使いっていうあのアーティスト、はい、ミュージシャンが2人、うん、女の子2人いるんですけど、うん、あの2人がもう毎日頑張ってね、美味、うん、しいドーナツをサクッとしたドーナツを作ってますんで、ね、食べましたよ、あれ、ありがとうございます。レモンケーキみたいな、うん、なんかチョコレートのさ、なんかレモン味のね、うん、やつがかかってカラフルなのがあって、うん、そうそうそう、めっちゃ見た目も可愛いし、うん、味も美味しいし、ドーナツ好き、好きです。あ、ドーナツ好きそうな顔してる。デザートに目がなくて。あ、本当ドーナツよく食べますよ、スイーツ男子。なんかスケボー乗りながらドーナツ持ってたら、あ、ね、似合うんじゃない。そうだね、うん、似合いそう、カリフォルニアみたいな。いいね、ローラースケートとか。でも昔はよくやってましたよ、スケボーではないですけど、歩きながらドーナツ食べてました、ね、話戻していいですか。すみません、ありがとうございます。まあ、ドーナツ食べながらね、うん、映画を見て、この映画っていうのも一応はまあみんなに僕は見てもらいたいという自分の思いで、うん、僕自身があの、うん、配給をしてるので、はい、配給というか、うん、あの作品をチョイスしてるので、これは選んでるのも宮島くんが、そう、映画は僕は選んでますね。あ、すごいね。僕はそれぞれの作品の持ってる偉い人たちに交渉して、うん、ちょっと安くで貸してっつって、うん、そうです。やっぱ僕は見てもらいたいなという作品をね、うん、毎月あの月替わりだいたいね、うん、それでやっていくんですけども、はたまた僕たちの上映を作品を上映してくれという自主制作映画っていうのもね、うん、あるし、なんと今年の8月はね、うん、アトロンのアニメも上映しちゃうぞ、そうなんですよ、ちょっとあの一挙に見れる、ね、コラボレーションね、そうそうそう、シアタードーナツとコラボ、アトロンとコラボで、うんうん、あとワークショップなんかもねちょっと今企画してるんで、うん、また情報が固まったら、はい、この番組でも宣伝して、はい、ちょっと、まあ、その時にまた宮島くんの回もあると思うんでね、うんうん、その時に、まあ、詳しくね、話せたらもうみんなで遊ぼうぜ、みんなで、うん、ね、お夏休みはね、うん、みんなでシアタードーナツに行こうぜっていう、行こうぜ。
ですね、はい、僕はもう言いたいこと全部言いましたけど全部言いましたじゃあ、私生活ちょっとそういうところ帰って子供たちを寝かしつけてって感じですかね。すごいよね、こんなにねやってるの、お父さんなんですよね。お父さんですよ、うん、今日も朝から読み聞かせですよ、小学校に行って、うん、しっかりしてるいいな、そんなお父さんになりたいなちょっとまだ子供目線かもしれないねいや僕もジュライと同じぐらいの年の時はこんななると思わなかったみんな分からんよ、分からないね、うん、こればっかりは本当に本当に、うん、これからに期待ですね。じゃあじゃあそんなジュライは、うん、感想はどうですか、うん、ね、第1回目のね、うん、今回の、うん、今回の感想ですか、はい、結構ドキドキしました。もう、うん、来る前からもずっとドキドキしてて、うん、今もずっとドキドキしっぱなしなんですけど、うん、まあなんか次来る時に完全に慣れたらダメだなと思ってるので、うん、そうだよ、慣れたらおしまい、常にウィジン的な感じで頑張ります。慣れた頃にもう多分クビになるからやばいっすね、そんな厳しいの緩いよね、あこいつ慣れたなみたいな違うところ厳しいよね、めっちゃ厳しいグダグダ感があった方がいいから、わかりました、頑張ります。ハプニングが好きだから、うん、ハプニングか、毎回出せるかな狙ってそうね、真面目だよ、いい子だよ、ハプニング出せるかなっておかしいな大地くんはじゃあこの今日 ね、はい、ね一緒にいたんだけどどんな感じだった？僕はツイキャスでずっと聞いてたんですけど、ね、うん、いや落ち着いてましたね、ジュライ君、うん、落ち着かないと言ってられないですよ、うん、なんか声が落ち着いてるからいいですね、うんうん、聞きやすいし、うん、よかった、褒められたいやいや、はい、面白いね、時間もねまたそろそろなんですけど、うんうん、来週、うん、来週はまた第2週ありますね、はい、うんうん、ということでじゃあもうそろそろ締めますか、まだありますか、まだありますね。じゃあなんか大地くんなんかライブの情報とか、ね、告知ありますか、あるんだったら、あったかな7月4日に名護でライブします、うん、初めて名護のパン屋さんでライブします、まだ詳細載せてないんですけど、パン屋さん載せます、うん、このパン屋さんは広いの、パン屋さんの入り口で、うん、まあちょっと投げ銭ライブみたいな、ちょっと名護に、名護在住というか、うん、北部に住んでるアーティストと一緒に、うん、まあ、コラボちょっとやったりとか、すごい最近あれだよね、活発だよね、ライブ、そうな、昨日もライブだったんです、ね、うん、ちょっと大変ですね、前髪も揃って大変ですライブはあれなの、この先日というかね出したあのアルバムがあるさね、司さんが絵描いてくれた、うん、あのアルバムから選曲してやってるの、はい、を中心にやってますね、うん、新曲もあるの、あのアルバムの後に、新曲もやってる、うん、今だから1人でやったり2人でやったり4人でやったりとか、ね、構成が頻繁に変わるので、ね、ちょっと練習が大変なんですけど、はいはい、どうにか頑張ってます、はい、俺なんかもあれですよ、あの作業しながらたまに1人土なりのこのアルバム聴きながらやってます、うん、今日も聴いてたね、今日も聴いたよ、今日も聴いてたよ、ありがたいですね、うん、そうそうそう、はい、いっぱい聴いてあげてくださいまだありますねちょっと今日はあの急ピッチだったね、ね、意外とね、5週目は何なんですか、僕とジュライが来て、そうそう、他ケンシンさんとかも来るんですか、だからケンシンさんにちょっとあのバースデーソングを何曲か持ってきてもらおうかな思ってるけど、あ、いいですね、まあ来れるかちょっとまだ交渉してないので、うん、まあその時にねちょっとまた新ネタをね、ジュライ君が、新ネタ、うん、あの誕生日にまつわる新ネタをなんか持ってきてくれたら、あと抱負とかね、19になるから、ああ、そうだよね、そうか、まだ18か、はい、うん、まだ俺さっき19って言ったんですけど19です、まだ、あ、18です数えで言ってしまうそうそうそう、もう年齢がね、うちなんちは数えるね、そうそうそうね、宮島君は、はいはい、誕生日いつですか？僕は8月31日野菜の日でございます。あ、でも面白い野菜の日、大安い、はい、その時ぐらいにちょうどね、うん、あの第1週があったら、うん、バースデー、うん、なんか、ね、ハッピーバースデーみたいな、ね、タイミング良ければ、ね、そうそうそう、ね、なんかみんなバースデーなんか誕生日会みたいになってるね、もうあのまだ時間余ってるからもうつなごうって必死でとにかくあの共通の話題として誕生日というと、なるほどなるほど今日の深夜1時28分、うん、あ、そうよ、小座の裏側、うん、今日も琉球、うん、放送で、はい、放送がありますね、そうか、毎週月曜日ね、はい、うん、明日には講座ウェブでもアップされますので、うん、そちらの方もチェックよろしくお願いします、はい、はいはい、ということでじゃあもう本当に締めますか、はい、締めますか、じゃあ来週ちょっとね、はい、新コーナーも増えて、うん、またね来月もよろしくお願いします、よろしくお願いします、ということで、お送りしたのはアトロの友瀬つかさと、えのびけいこと、一人つつなりとジュライマンと宮島でした、はい、
さようなら。